ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、お客様と取引をしないっていうこともサービスの場面においては大事だというお話をさせていただきます。取引って何ですかって言われるかもしれないんですけれども、こんなことです。例えば私旅行会社をやってるんですけれども、お客様から電話かかってきます。で、いろいろとお話をして打ち合わせるときに、いやいやあのこういうことやってくれますか。例えばですね、そうですね、バスで前方の方の座席がいいんですけれども。 もし前方の座席を約束してくれるんだったら旅行に申し込んであげてもいいですよってお客様から言われたとします。で私があ分かりました分かりましたじゃあ,あのその条件飲みますんでお申し込みいただけますかこれが取引です。ですからお客様が何か条件を提示してでその条件を私たちが飲む代わりにその代わりにサービス買ってくださいねっていうのがこれが分かりやすく言えば取引なんですね。で取引が良くないのはお客様があ取引が通用するんだ って思っちゃうわけですよ例えば請求書を出した時にこういうことを言われたことがありますこれ波数は切ってくれるよねとかですね消費税込みでいいよねこれもね実はね取引なんですねで私はあのわざとえどういう意味ですかとかって言って調ばくれるんですけどもなんかちょっと試すんですねこう相手 手を試して揺さぶりかけて様子を見る取引が好きな人って必ず最初に小さな条件を出していますで、その条件を相手が飲んだらもう一歩次の条件を出していきます といういうにして日頃から取引することが好きな人とか大体、まあ、そういうサービスにしても交渉とにしても取引だよって信じて疑わない人は最初ちょっとボディーブローみたいななもののをを当てながら相手の出方を見るんですねでそういうことをする癖がついている人っていうのは悪気なくそういうふうにしますから気をつけないと最初は本当に小さなことで「あまあまあいいですよ端数ぐらい切りますよ」って、えー、思うじゃないですか。 でも2回目はそれじゃ済まなくなってくるんですね。っていう風に完全に主導権を相手に握られたまま、相手が完全に上に立っているような条件で、次もその次もってやっていかなくなる、いかなければならなくなるので、もう泥沼ですねこれは。で。えー それが B2B だと、まあ、よくそういうネゴシエートの世界ってあるのかもしれないんですけども対お客様の B2C でもこれはあるので気をつけてくださいねということを今日はお伝えしたいんですねそうしないとやっぱり取引が好きなお客様っていのはいろんな条件を言ってきますでこういう条件を飲むんだったらあなたのサービス買ってあげるよみたいなことをおっしゃる方っていうのは残念ながら他でも同じことしてます他でも同じことしてますなのでその条件を一回飲めないって言って断った瞬間に離れていってしまいますので あまり筋のいいお客様とはやっぱり言えないと思うんですねですからその辺も注意した上で、えー、お客様とやっぱり末永く長いお付き合いをしたいという考えていらっしゃる方は取引をしてくるようなお客様には十分気をつけてなんか嫌な匂いがするなと思ったら最初の段階で一番最初に違和感を覚えた段階でピッとさりげなく断ってみることをお勧めしたいと思いますやっぱり障害顧客こう長いお付き合いするという意味ではあまり筋のいいお客様ではないんじゃないかなと 考えます